はパルルン、こんにちは、島崎春子です。今日はですね、なんとあの方のお家に来ております。みんながあの大好きな企画、突撃企画です。お仕事でお会いしたことないんじゃないかな。初めまして。初めましてで突撃そうです。鍵持ってるんですよ。ですよね。はい、合鍵持ってるんで、あ、だからじゃあこれゲットしました、今。はい、あ、これかな。あっちがリビングです。あっちリビング。え、いない。サムネ撮ってきますか。サムネ。よし。違う。じゃあ、あれ。おお、パズルじゃん。突撃はりんたろーさんです。やばない、マジで。え、やばいって。パン食ってるし。とりあえず飲み込みましょう。マジ初めまして。うちにパイルルいるんだけど。どういうこと。言った。こういうの普通言うんじゃないの、コジ。言ってやんじゃないの、こういうの。いや、でもパルルル勝ちだから。やばー。えぐいって、はい、やったー。いや、生パルルうちで見んの俺初めて。突撃大成功大成功じゃないよ。やばー。いや、俺もさ、合鍵、持っててよかったと思った。持ってるやんやばー。よかった。ずっとお会いしたかったんですよ。いや、俺も会いたかったっすよ。本当ですか。はい、これからコジと撮影行くってなってたから、いや、服着ても出かけようと思う。撮影これこれ撮影これ今日やばー、マジ。ここは衣装部屋。はい、ここ衣装、ほぼキムタクですね。へえ、はい。なんかもらって帰ろうかな。あ、いいよいいよ本当に。うん、本当ですか。ポケモン好き。ポケモンやっぱこの辺かな。ねえ、全然ぴったりじゃないでしょ。EXIT出始めの、ほぼ。でもこれめっちゃプレミアじゃないですか。すごい。もうまだスタイリストつく前だから、そう汗染み込んでると思うよ。着たい。行きたい。着てみ着てみ。ギャルになっちゃうぜ、パルルも。いいね、フェンディと相性いいと思うよ、多分。なんかこれ。りんたろーさんっぽいかなって思って、この色、着てきました。あ、チャラいね、確かに。いいね、いいね。もう、やべ、ダメージから腕出てっちゃってる。すごい。いいね。どうですか。似合う、似合う。なんか、こういうコーデっぽいじゃん。いいよ、パルル。パルル、いいよ。すごい、めっちゃだ。うん。渋谷って感じ。チャラいじゃん。さっきネルディのあれ着てたもんね。あ、はい。これネルディアトムスコラボ。あ、それいいかも。ねえ。お、いいじゃん。どうですか、チャラい。チャラい、チャラい。あ、いい。あ、いいね。いや、これにすればいいんじゃないですか。これ？うん。いいよ。似合ってる、似合ってる。一個問題があるんですけど、もう全く同じのたまたま僕も買ってます。買ってもソロ？うん。これいいんじゃない？ガチで。この辺どう？あ、いいじゃん、ほら。着てみれば？これね、コジといただく。ああ、いいね。ほら。へえ。かわいいじゃん。でかい。かわいい。確かに。大きいんだ。そっか、パルルなんてもう、あれだもんね。M だもんね。ミニマムの方だもんね。そっちの。なんかザラとかだと XS とか。だよね。になります。はい。そうだよね。ハムスターちょうど一緒ぐらいだもんね。ハムスター？ゴーゴーハムスターあの人と同じ体型だもんね。これを？すごい。これ渋谷になんか飾られてたね。ほらパルコと。あ、それいただいて。すごい。うん。芸能人だ。いや、あなたも。あなたでしょ、芸能人は。これ超すごいと思いました。これね、コージーの部屋の丸ごとパクった。これコレクション。インスタでちょっと変な感じになってたよ。あ、確かに。同棲してるって思われてた。コージーの部屋でやったでしょとかも書かれてた俺。うん。で、パルル的にはどれが可愛いと思う？女子的には。私は。わあ。私これですね。ああ、いいね。俺もこれ好きなのよ。本当ですか？うん。この破けた履くやつ、履くタイプでちょっと破いて、こういうところもね、なんか変な文字出てくるっていうところが好きよ。わかりました。わかりました。じゃあ続いて。はい。パルルちゃんこれ。あ、これ履きな。可愛い。ブランチ藤森慎吾さんの番組で買ったから。あ、そうなんですね。じゃあ履かせていただきます。わー、すごい。これ芸能人のお家にいっぱいあるクマさん。なんで素人のスタンス？あなたも芸能人ですよね。あ、これあれじゃないですか、エグジットさんの。そうそうそう。わー、可愛い。知ってくれてんの？はい。マジかよ、パルルいい子だな。これもなんか、これも、このやつも芸能人のやつですよね。いや、芸能人。まあ、多いけどね、カウズ好きな人。あ、そうだ、そうだ。お花は。お花、レゴの花、どう？可愛くない？作ったんですか。そう、それ4時間ぐらいかかった。可愛くない？もう。全然、パルルにはまってないな。これは何ですか？なんか不思議なものがいっぱいある。それ前の家の時にハマってたから、宇宙の絵買ったんだけど、なんかこの部屋に合わなそうだなと思って今保留にしてるの。これ前澤さん？そうそうそう。実はね。そうなの？これ前澤社長、行った時前澤さん空中浮遊してたっけ？浮遊してる。そう、結構外でね活躍してたよね。これもね、もう帰ろうかなと思ってて。帰る？うん。タワマンの成り上がり感で買ったのこれ。だからちょっとね。あ、すごっ。そう。ちょっともっとね、違うテイストのものにしようかなと思ってて。これちょっと拓也さんゾーンね。すごい写真撮ってるじゃないですか。そうだよ。すごっ。拓也さんと共演してるからね。でも私も。した？だって歌番組とかで。おいおい。じゃあ、あの頃の拓也さんと、歌ってる拓也さんと。多分りんたろーさんより多分お会いしてる。うわー。ちょっとパルルの価値上がってきたわ。しかもさ、名前、下の名前。島崎。あ、はるか。里中。あ、はるだ。はる。ちょっとエンジンやらしてよ。エンジン。あ、ゴー。最高だぜ。最高だね。はるじゃん。はるって呼んでいい？あ、はい。人見知りですか？いや、どこがだよ。そんなわけねえよ、俺チャラ男だぞ。人見知りなわけねえだろ。このままナンパしようかな。ちょっと止めて、もうベッドルーム行っちゃうわ。主導権握るのやめてもらっていい？キッチン行く？あ、いいんですか？キッチンでも。料理されるんですか？料理するんだけど。すご。ちょっとまあ生活感出ちゃってるけど大丈夫？本当だ、料理する人もなんかいっぱいある。こんなの出さないよ俺マジで。あ、お買い物行ってたんですか？そう、恥ずかしい。本当に買い物行ってきてた直後のやつじゃん。やめてよ。恥ずかしい。お腹空いたな。なんか食べる？ちょっと待って。このねえ、今ご飯食べたばっかだから恥ずかしい。取らないでよ、これ流れるんでしょ、パルムの方で。辛くないですね。おい、ふざけんな。家庭的。クソチャラ違う。雪釣りの女が飯食って帰ってったの。だからあいつ何もしねえからさ。俺がダリーからやれよっつったんだけど、マジダリーはあいつもう二度と呼ぶなよね。家庭的ですね。作ってあげたってこと？作ってあげたっていうか、まああいつがだるいから飯食わしてやっただけ。腹に俺の食材をぶち込んでやっただけだよ。優しい。優しくねえよ。エロいんだよこれは。腹に食材をぶち込んでやったんだよ。え、パルルも料理とかするべだって。はい、最近自分で目覚めた？Uber Eats のアプリ消しました。お、マジ？うん、ちゃんとやんなきゃと思って。へえ、でクッキングアプリ入れて。そうです、クラシル。クラシル入れて。はい。何作るの？え、もう本当その日の好きなものを自分で何でも作ります。え、もう卒業したんですっけ？卒業しました。え、じゃあもう恋愛もしていいんだ。はい。え、どうして好きだった？なんか、なんだろう、男って感じの人が。あ、そう。俺もうこれで歯磨いちゃってんだけど。男ですね、それは。もう血だらけになりながらいっちゃってんだけど。それ用のやつでもこうやってこのままいっちゃってんだよ。どう？めっちゃ男。すごい。すげえべ。ああ、そういう人がいいです。男感じたべ、今。感じました、めちゃめちゃ。初めて出会った。ああ、一番男だべ。今までの中で一番男だべ。すごい手際がいい。違う、適当だよ。トークもしながら。だりえ、マジ。どんなしマジ。ざけ、テキーラ飲んでけって。テキーラあっから。パルさん、なんか。何？お、作り置き？違う違う、朝なんかラリーから味噌汁ぶち込んで。テキーラがなかったから。パルさん、取れ高 OK。あ、もう結構ですよね。23分取れ。パルルームにしたらすごい長回しなんで、もうちょっと。え、パルルームそんな短いの？もう大丈夫です。すみません、ありがとう。大丈夫じゃねえべ。家来たんだぞ。もっとがっつり行けって。だってもう大丈夫。通り見ましたし、はい。え、ありがとうございます。いや、なんかそれはそれで寂しいな。すみません、なんか本当急に。いいよいいよ。急に来させていただいちゃって。ありがとうございます。あれ手ぶらで来ちゃったし、なんかすみません、エンディング。いや、もう切りたがってるじゃん。なんでよ。え、こんな感じなの？とつって。大丈夫です。え、なんかやろうよ。ゲームとかする？取れ高 OK。え、本当に？この後もちょっと予定があって。いや、なんか閉めるってなったらテンションめちゃくちゃ下がるじゃん。マジ？本当はありがたかった。ありがとうございます。ちょっと待って、でもさ、こっちパルルームっしょ。リンパに取らしてよ。あ、爆買い。確かに。いいんですか？え、いいんですか？俺ら買うからマジで。買ってもらえるの？爆買いする？爆買いする、パルルに。藤森さんじゃなくて、ちょっとりんたろーさんに。きた。チャラ男世代交代。ありがとう。チャラ神様、お疲れです。しようかなって、でも、何か分かってないでしょ。え、何。パパ活。パパ活か。パパ活やってました。うちの兄さん、パパ活してんの。はい、やらせていただいてまして。おいおいおい。藤森慎吾も落ちたもんなら。元祖チャラ男。今パパ活してんすか。私も次いや次のパパ見つけたじゃないの。でもそれでも爆買いしてくれんならいいか。じゃあいいっすか。いいんですか。本当に爆発するんでついて行かせてもらって。もちろんです。嬉しい。じゃあコラボ成立って感じで。はい。やった。ありがとうございます。これで安心だ、リンリンパニック。じゃありんたろーさんのチャンネルはまあなんていうんですか、概要欄貼ってくれるの。いや、でも貼らなくていいぜ。すごい。貼らなくていいよ。男だね。男。もう貼らなくていい。いや、もう本当ガチで貼らないんで。ガチで貼らないよ、やばい。じゃあ、ありがとうございます。ありがとう。チャンネル登録お願いね。パルルーム。すごい。それではこの動画が面白かったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。Twitter、Instagram もフォローしてね。